坂口育夫は、日本のプロレスラー、総合格闘家、東京都世田谷区出身。坂口道場代表、DDT プロレスリング所属、一級土木志向管理、技師、水道観光事会社経営。元プロレスラーの坂口誠治を父に、俳優の坂口健二を弟に持つ。明大中野中学、高校と柔道を経験。柔道三段の腕前であり。 父親が代表を務める坂口道場の柔道コーチも務めている。当初はプロレスラーを目指していたが身長が低く断念。高校卒業後、建設会社に就職し、土木作業員として勤務。2004年には一級土木思工管理技師も取得している。著名な父、弟と比較され、コンプレックスの塊だったと語っている。 27歳で空手を始め、とうとう空手道選手権で準優勝、ルーキーチャレンジカップで優勝した。30歳の時に、柔道時代の先輩にあたるグラビカの菊田さなえに、相談し、総合格闘家になることを決意。2006年9月16日、パンクラスのアマチュア試合、パンクラスゲートに出場。小野明広と対戦し、にある膝蹴りによる、ご勝利。 パンクラスゲートでの勝利により、12月2日にプロデビュー予定であったが、練習中に右足薬指を骨折し、プロデビューが遅れた。2007年4月27日、パンクラスでプロデビュー。チェヒュンソクと対戦し、左ストレートで小負け、父のテーマ曲、燃えろワしで入場した。33歳でのプロデビューとなった。 2007年7月27日、パンクラスで、チェキーソクトプロ第2戦目を行い、スタンディングでのチョークスリーパーで一本勝ち、プロ初勝利を挙げた。2007年10月14日、パンクラスで、ホンダアサキとプロ第3戦目を行い、喧嘩のような打撃戦を繰り広げたが、ヒールホールドで一本負け。2008年4月27日、階級をライト級に下げ、パンクラスで、 高橋渡るとプロ第4戦目を行い、打撃、サッカーボールキックで、あと一歩のところまで追い詰めたが、腕ひしぎ十字固めで、逆転の一本負け。2008年5月に自ら横浜市続き区、中町台に、坂口道場横浜を設立。2008年6月1日、パンクラスで、倉持昭和とプロ第5戦目を行い、膝蹴り踏みつけで、相手を追い込み、 1R サッカーボールキックで小勝ち。2008年6月28日、トリビレイトボリューム18で、北崎鎮とエキシビションマッチを行った。2008年10月26日、パンクラスで、同団体ライト級4位のイカリ雄一とプロ第6戦目を行い、1R に右フックで小勝ち。試合後には、実力が及ばないのは分かっている。でもお祭り的な要素として、 呼んでいただけるなら出たい。ケンジを担ぎ出してもいいと年末年始のビッグマッチ参戦をアピールした。また、この勝利でパンクラスライト級4位となり、初のランキング入りを果たした。2008年12月31日、ダイナマイト、勇気の力2008でアンディオ・ロボンと対戦。右アッパーでダウンしたところにパウンドを受け死し、小負けとなった。2009年6月7日、 パンクラスで、戦局ライト級王者、北岡悟と対戦し、アキレス剣固めで一本負け。2009年9月19日公開の映画、カムイガイデンで俳優デビューし、渡り衆として出演した。2009年11月23日、シュートで行われた、シュート VS パンクラスの対抗戦で、僕光明と対戦し、ストレートでダウンを取りあと一歩まで追い詰めたが、 カウンターの左フックで大逆転の失神小まけを喫した。2010年2月21日、パンクラス事務所で会見を開き、体のダメージなどを理由に現役引退を発表。2010年4月4日、パンクラス工業で引退セレモニーが行われた。2010年7月、専務として勤務していた建設会社から独立し、水道管工事を主に手掛ける会社を設立。 引退後は、2010年10月5日にドラマ、黒氷流がごとく、新章に、地下闘技場、ファイター、ともきとして出演したほか、2010年11月に、劇場公開される映画、裁判長。ここは、懲役4年でどうすかに、田崎被告役で出演するなど、俳優としての活動が主となっていたが、同年12月30日に行われる、選曲ソウルオブファイトにて、 格闘家として現役復帰することを発表。引退から8ヶ月での復帰となった。なお、スポーツ紙の取材に対しては、次にリングを降りるときは死ぬときと語っており、今後は生涯現役を貫く構えを示している。2010年12月30日、戦局ソウル・オブ・ファイトで、ジョン・ジンソと SRC ジャケットルールで対戦し、3から0の 判定勝ちを収めた。2011年3月、東日本大震災の被災地である、茨城県の水道管復旧工事を受け負い、思いたが、急遽、福島県小那浜地区での工事を依頼され、開学5月までに地域すべての水道管復旧工事に従事した。ありがとうございます。